ユンタンザ洋ジは、日本の政治家、総務官僚、宮崎県延岡市長、宮崎県延岡市緑ヶ丘生まれ、延岡市立緑ヶ丘小学校卒業、延岡市立南中学校3年生の時に、父親の転勤で東京都へ転居、芝高等学校卒業、1986年3月、東京大学経済学部卒業、同年4月、 自治省に入省。2005年、愛媛県総務部長に就任。2008年、内閣府参事官及び内閣官房内閣参事官に就任。2010年、岡山市副市長に就任。2012年1月、岡山市副市長及び総務省を辞職し、延岡市に帰郷。行政書士として、県民の相談に応じる他事業者の支援などを行う。2015年、 長崎県立大学経済学部教授に就任。2016年、第24回参議院議員通常選挙、宮崎県選挙区に向けた自民党県連の候補予定者の候補に二度応募するも、選ばれなかった。同年7月の参院選に民進党と社民党の推薦を受けて、無所属で出馬し落選。2017年1月27日、翌年に、 任期満了する延岡市長選挙に立候補する意向を表明。2018年1月28日に行われた延岡市長選挙で前職の須藤正春市長の事実上の後継指名を受けた元県職員の長山秀也を567票差で破り初当選を果たした。長山は自民党延岡支部、公明党、民進党、 連合宮崎など500町の団体の推薦を集めて、組織戦を展開し、盤石の夫人で臨んだが及ばなかった。2月26日、市長就任。選挙の結果は以下の通り。当日有権者数10万4500人最終、投票率49.68%。ありがとうございます。